速稼塾の久保です。そうですね、稼ごうと思う、ネットビジネスで稼ごうと思うと、まずね、多くの人がこう聞くんですよ。パソコン初心者なんですけど大丈夫でしょうかと。ネットビジネスあんまりやったことないんですけど大丈夫でしょうかと。確かに初心者でも大丈夫です。そしてパソコン苦手でも大丈夫です。でも初心者のままではダメです。苦手なままではできません。ですんで、トレーニングをして稼げるようになるという土台を築く必要があるんですよね。参入したその日から稼げるわけでも何でもないですからね。まあ、でも参入してね、最初の1週間で稼げる方法っていうかね、売上を上げる方法はお伝えしますし、それを実感することができます。もちろんそれが入金につながることが多いですんで、まずはそれからやっていただくということなんですけども、ただですね、やっぱりね、こういうふうに考えてもらいたいんですよ。 100m 走を走ってゴールに向かうときにですね、正しい方向、正しい方法でゴールに向かって走れば遅くてもたどり着くじゃないですか。でもどんなに速く走ってもゴールの方向じゃないところに全力疾走したらいつまで経っても到着しないですよね。ネットビジネスってのはね、そういうことがよく起きるんですよ。というのが、最初はゴールに向かって走ってるんですけども、あれ、あっちにいいものが見えるの、よし、あっち行くぞみたいな感じであっちこっちにね、行っちゃうんですよ。まあ、ですんで、一点集中、同じ方向にぐわっとね、深掘りしていってくださいってことをお話してるんですけども、これが難しいんですよね。だってネットビジネスやる人ってまずはね、簡単に稼げると思うんですよ。だから簡単に稼げるっていう風な言葉に弱いんですよ。でも世の中には簡単に稼げますよっていう風なね、そんなキーワードが溢れてるんですよ。だからあっちこっち行っちゃうんですよ。それに対して私は簡単じゃないですよって言ってるわけですからね。だから私の言葉なんてね、本当は聞きづらいんですよ。簡単には稼げませんよと、大変ですよと、もう量産ですよとかね、量の勝負ですよ、そんなこと言うわけですから嫌になっちゃいますよね。でも他ではね、簡単ですよ、これだけですよ、入金してくださいってなってるわけなんですよ。そっちの方が弱いじゃないですか。だからそっち行っちゃうんですよ。うん。ね、簡単じゃないですからね。私がね、こうやって見てると、私は YouTube だけやってるんですよ、はっきり言って。だから YouTube だけやっときゃいいのに、なんかフラフラーっとね、トップバズ行ったりとかね、フラフラーっとね、なんかわかんないね、情報商材また買ってみたりとかね、フラフラーっとなんか別の塾買ってみたりとかね、買うのはいいんですよ。でも買ってる以上はビジネス始まりませんからね。ビジネスってのは売ることなんですよ。売ってますか？買ってませんか？買っちゃダメですよ。売ることだけやってください。吉谷さんは売ることばっかりやってるじゃないですか。まあ、買うものっていうのは、まあ、書籍とかね、買ったりすると思いますけども、まあ、お弁当買ってもね、吉谷さんは今ね、キャベツ1個買ってもそっからお金を稼ぐ方法をやり出すわけなんですよ。要するに全部が仕入れなんですよね。でも多くの方が勘違いするのは、仕入れという感覚でただ買ってるだけなんですよね。仕入れというなら、購入した金額以上の売り上げを立てて次に行くってことをね、少なくともしなければならないんではないかなと思いますよね。これが私のお話するビジネスで稼ぐ方法でございます。私のね、姿を見ていれば、そして吉田さんの姿をよく見ていればわかると思いますけども、量産すること以外何もしてない、何もやってないんですよ。ここをよくよく見てください。量産は確かに辛い作業ですけども、ビジネスっていうのはね、その辛い作業をどのようにしたら楽しくなるかっていうふうな工夫ができるかどうかだけなんですよ。量産とか作業が辛いと思って、その辛さをね、克服するためになんてやっちゃダメなんですよ。辛さを楽しさに変えていく、この工夫がビジネスなんですよね。では。